挑みます。はい、ということでゲームセンターのプリクラコーナーに来てるんですけども、今回プリクラ俺めっちゃ好きでよく撮るんだけど、でその中で落書きとかもするんだけど、ふと思ったことがある。プリクラの落書き真っ黒にしたらどう出てくるのかって気になりません？プリクラの落書き真っ黒で怖くない？まず心霊現象、子供使いかと思う。サンクローさん、カンクローさん、セフライ、セフライ、カンクローさん。なんで今回落書きをして、真っ黒にしてやったらどうプリントシール出てくるのかなっていうのをやっていきたいと思います。行きましょう。なんかそういうこれ真っ黒だからもう何したってチンチン出したね。しっかり映ってるじゃん。しっかり映ってる。どんだけ出してもいいですから。乳首にやるみたいな。綺麗な乳首。あれ普段できないことをこういう時にやるっていう。こっちでもできたね。確かに生で見てるとめっちゃ汚いじゃん。やばいよ。マジで。あ、ギリ映ってない。ギリ映ってない。ちゃんと映ってない。しっかり指紋に指紋認証されて、マジでこんな鳥の使い方が一番近く取るわ。そっか、後ろ近くで、いわゆる。うわ、めっちゃ顔近く汚い、近すぎて。じゃあやります。まあ、ここも正直どうでもいいって、どうでもいいけど、綺麗にはしとく。顔は結構漏れてるけど、今さあ、落書きします。このサイズ、黒のサイズがあるんだけど、こうマックスして黒にします。で、マーカーの種類いろいろあるんだけど、おしゃれ磨きだと薄いの。だから、このリアルマーカーっていうので、これで塗っていきましょう。さあ、真っ暗になってきました。早くしないと、早くしないと。やばい。さっき全然塗り方違くなってるけど、大丈夫。さっき、俺の方がこれ早いからみたいに言ってたの。どうしたら可愛く塗らないの？可愛く塗るとかねえよ、真っ黒なんだから。はい、オッケーオッケーオッケー、いいよ。だいぶ黒くなってきたね。もう少しも漏れなくいこう。漏れなくね。漏れなく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 。オッケー、あとそれだけだ。あれ、あぶないあぶない、端っこ濡れてない、端っこ濡れてない。漏れあり漏れありで漏れあり。そうなんね。やっぱりそこはよし、あとそれだけだ、頑張れ。どう出るんだろうね。よしよし、全然ない、全然ない。全部やった。じゃあオッケー、これで全部真っ暗になりました。よし、ないこれでエンドに。真っ黒、すごいね。こんな黒ある、相当黒いじゃん。だってもう意味ないもんね。意味ない、本当に。はい、ここにちっちゃくね、本当は何がうちのはずだったか。フリがゲットとか書いてあるけど、一切いらない、こんな。